はい、今日もあなたと百姓天国。はい、それでは次ね、本日は9月の17、寒水ですね。はい、上炉持ってきましたね。耐熱マルチっていうのの一つの特徴はね、しっかりと雨が降った時にね、耐熱マルチというのをかけるわけですね。そうするといつも言うことですけど、上の透明マルチを剥がすとね、こうやって下から水分が上がってきますね。こう何もしないけど、こうやって今端木を走らせた段階でちょっと抑えめにね、こうやってグッと力入れて抑えて巻くと、分かります？こうやって水分が下から上がってきたの分かりますね。はい、ある程度湿った段階でね、雨が降った段階で太陽熱マルチをかけろっていうのはこういう意味なんですね。この湿り気を利用するわけです。なおかつね、確実に発芽させたいと思えば、こうやって上からさらっとね、上炉ね、10リットルのやつ2つね、さささっと巻いておけば、これで多分出てきます。で、暑いじゃないですか、ここのとこね。普通9月の真ん中だったら黒寒冷舎ねする必要ないですけど、一応念のためね、明日もまた30何度とかでしょ。そうすると乾くとね、せっかく水やったら意味ないので、1日2日ぐらいね、黒寒冷舎かけておいて、発芽してきたらすぐ剥がすという状況ですね。そうするとこうやって綺麗にね、もう列がはっきり分かるぐらいちゃんと発芽してるでしょ。これで普通なんですね。はい、ということで今からね、水やりをいたしますね。この辺コツがつかめればね、もう同じことを繰り返すだけですからね。いろんな葉物なんでもそうですけどね、同じようにやってください。春菊とかほうれん草はちょっと違うんですよ。はい、それだけはまた別なのでね、覚えておいてください。はい、よいしょ、ね、これもだからこうやって歩きながらね、さっさっさっさ転ばないようにね、こうやってピンポイントでやっていけばいいので、大事なのはね、種まいたとこがどこだって話なんですよ。全体にわーってやるんじゃなくって、種まいたところにピンポイントでね、水が入らないと意味がないです。だから全体に水をまくんじゃなくって、こうやってね、列に沿ってやっていきますね。実質やれば分かりますけど、この方が水は少なくて済むんですね。全体にやってしまうとね、結構水結構余分にかかっちゃうんで、分かります？こうやって早歩きでね、水やっていくぐらいで、これで驚くほどね、負けます。結構な範囲でね、負けるんですよ。油中ですからね、そんなに言うほど気にしなくてもいいです。発芽しやすいんで、葉物はね。ただこれが春菊とかほうれん草とかは別なんでね、これだけは別に考えて、春菊とほうれん草は必ず撒くときにはね、何日か水につけといてから撒いてください。これが6リットルね、ちょっとちっちゃかったね。意外と早歩きでわーっと行っちゃっても大丈夫ですからね。一箇所にとどまらない方がいいです。種が流れますからね。その辺も計算しながらね、撒いてくださいね。意外と早歩きで行ってるでしょ。残りの水の量でこうやって測りながら行ってるんですよ。あ、足らないかもしれないね。多分足らない。ちょっとだけ足りませんでした。あと2、3列で終わりだったんですけどね。はい。ね、もうちょっとでしたね。はい。まあでもこんなもんです。もう一回水汲みに行きましょう。よいしょ。ね、今これやってるのがだいたい10メーターちょっとですよね。だとすると皆さんもね、使ってるトイタンクね、あれ2つ持ってくればいいわけですから。で、上炉にこうやって2つ入れてね、手で巻けるわけですから、まだこうやってこう大行な冠水シャワーとかそんなことは必要ないですね。それは人参とかと違いますからね。
これ来週出荷予定の水なんですけど、もうこうやってほら枯れてきてるの分かります？ね、もう撤去過ぎつつあるんですよ。出荷前にすでに撤去過ぎつつあるわけです。こうやってね、暑いからですね。こうだから本当はね、株間もちょっと広げとけばよかったらいろいろ思うんですけど、まあ難しいですね。この2番手のレッドマスタードがもう収穫適期に入ってきました。あっという間ですね。もう1番手はこれでお役御免ですけどね、まだ使えると思うのでね、組み合わせながら。しんど。昨日久々にね、4年前の昨日はもうだから家でね休んでたので動画なかったんでね、そういえばと思って去年全く4年前のね同じ日何やってたんだろうっていうことでね、4年前の9月の17日には人参出荷してたんですね。葉月人参初出荷って、あ、そうかそうかって、関東はそうだったなと思ってね、その様子を4年前のやつをね、あの動画上げましたけどもね、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。そしたら新たにね、撮影しなくていいの楽でいいで、皆さん見てください。俺としてもあのそれでいいんだったら超楽なんでね。でも昔の動画は割と役に立つと思いますけどね、あんまり今から4年前かね、どうなんだろうな。あのそんなに当時はね、 YouTube がこんな風になるとは思わなかった時代でね、私もまだそんなに真剣にやってた時代じゃないですけど、でもなんか話してることを聞きゃ、まあ割とちゃんと今とあんまり変わらないようになんか話してる、真面目に話してると思いますけどね。だから見てもらって全然いいと思うんで、まあ僕は守備一貫ね、私のやってることは守備一貫、何も変わらないんでね。よいしょ、こっち側から行かないといけないのか。昔はそこそこやっぱ大規模にやってたんでね、よくやってたなと思いますけど、まあ大規模にやるんだったら参考になるのかなと思いますね。暑いからやっぱり水菜が枯れてきてるね。いやー来週持つかね。まあまさにね、10メーターちょっとぐらいであればね、こうやって家庭菜園の延長でね、こんな感じで種まきができるわけですよね。全然難しくないですよね。はいね、これで一回こうやって締めれば多分もうこれで発芽しますので大丈夫です。あのポイントはね、あのこうやってずっと撮影してるから、まああれなんですけど、この種をまくね、この時にできるだけ手をかけて、できるだけこの時にこうやって今からこうやって水まいて、そして防虫ネット張って黒金石かけるわけでしょ。結構だからこうあの丁寧にやってあげるんです。だけど次2回目って何ですか？収穫です。つまりね、種をまくときにできるだけ手をかけてあげて、
その後の管理一切何もしないということです。わかります？そうやって要するに種をまくとき、苗を植えたときに、その1回で決めるということですね。その時にこうやってね、できるだけちょっと時間かけてねやってあげるんです。で、例えばオーガニック農業ってね、何が難しいかっていうと、その後例えばウネマをサクったりだとか、間引きをしたりとか、そういうことをしているから、野菜の出来も悪いし、時間もかかるしっていうことになるんですね。で、いかにしてね、その辺のそういう管理作業とかね、そういう めんどくさい作業を全てカットして、この一発で決めるかってことなんです。で、それがコツが分かるようになると、どんどん回るようになるんですね。はい、これがすごく、まあ私のやってるこのオーガニック自然栽培というのの一つの特徴なんです。管理をするんです。でも管理は1回で終わるんです。で、次なんですか、収穫です、ね、その間の間引きだとか除草、その他面倒くさいことは一切やめるということです、ね、だから回るんです、ね、それで回すんです。じゃないと回らないんです。わかりますか？いや、こういうこの今日のね、作業もできるだけ早くね、丁寧にやるんですけど、で終わりで、防虫ネットかけて、黒管理紙かけて終わりなんですね。そういう、それをできるだけ早く終えてしまうということが大事ですね。とにかくそういうこうなんか、めんどくさい、なんか間引きだとかなんたらかんたらとかっていうのを全てやめることですね。そうしなくても野菜ができるということを、そういうやり方をしないと無駄です。そういう話なんですね。で、実際そうやってやっていけば、どんどんね、広い畑が回るようになります。で、常に畑にね、野菜はあるよということがね、自分で感覚的に分かるようになってくれば、もうこっちのものですよね。だから一つの野菜にとにかくその種をまくとき、ね、苗を植えたとき、それ1回で終わらせてしまうってことです。次にそこの場所に行くのがね、収穫です。ね、そういうふうにしてどん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 進んでいくってことです。今日これね、刃物3本目で、横に4本目ですよね。これもだからどんどんこうやって、次からね、4本目にかかるわけですね。もうこの3本目を何かこう管理作業することがもうないということですね。はい、すごく大事なポイントです。わかりますか？そういうふうにやっていけば畑というのは回るようになるんですね。畑を回すということですね。家庭菜園の人だとね、畑が狭いんであれですけど、ね、ある程度プロ、ね、の人であれば、この畑を回す。ね、そういうふうにして、ね、ヘクタール単位で、多分ね、頑張れば1、2ヘクタールは余裕で回ります。ね、だけど、それが2、3ヘク、3ヘクタール超えてくる、5ヘクタールを超えてくると、さあ、何人でヘクタール単位でやるんですかって話になるわけですね。それを1人、2人、ね、2、3人ぐらいで8ヘクタールぐらい回してみてください。そうするとね、今僕が言ったようなことというのがものすごく大事になるわけですね。はい、ということで以上ね、水やりをして、そして段ボールを貼ってるという動画でございますね。はいはい、それではまた。